市町に県内の大型店としては初めての24時間営業となるショッピングセンターが仮オープンしました。まず店に入りますと、この床に大きな地図が広がっています。どこに何が売っているのか一目でわかるんですけれども、本当にお店の中見渡すと確かに広いなという印象です。ワンフロアの売り場としては県内最大規模の13,800平方メートル、売られている商品は14万種類に及びます。24時間営業は正式オープンの9日からとなりました。新館が新しいというハード面での優位性があるということ、それから何よりもですね、従業員さんが非常に頑張って一人一人がですね一生懸命業務に携わっていたことなどですね含めて、サービスの改善結果収益の向上は十分に可能ではないかと。多額の債務に苦しむ会津若松市の東山温泉にある不動滝、千代滝、新滝の3軒の旅館の運営を行う新会社が設立されました。東方銀行と投資会社のリサパートナーズが設立した会社で、従業員や施設をそのまま受け継ぎ、仕入れの一括化や効率的な従業員の配置で収益力のアップを目指します。今年度から理工学類が新設された福島大学で来年の完成を。パート従業員については希望者に再就職を斡旋していくということです。いわき店は今年11月30日で閉店するということです。今回の閉店についてダイエー本部では、営業を継続する可能性を探ってきたが短期間で経営を立て直すという市場命題と照らし合わせた結果閉店することを決めた。これまでお世話になった地元の方たちには大変申し訳なく思うと話しています。関係者によりますと、いわき店の閉鎖後は別のスーパーが出店する見通しだということです。今月20日からダイエーは、今日ダイエーいわき店を含む全国15の店舗の閉鎖を発表しました。地域の人に親しまれてきたこちらダイエーいわき店も経営再建の一つとしてついに閉店が決まりました。なくなるんですか？これだけ大型店なんで、車で来れば全て揃ってんで、ね、なかなかここまで大きいところってないから便利に使ってたんですけど、困っちゃうな。今日もこれから？そうです。買い物に？そうです。まあ毎日近いから5分ぐらいで来るから毎日来てたんですけどね。本当に続けてもらいたいですよね。品ぞれはここが一番です。ダイエーいわき店は平成8年10月にオープン。ピーク時の平成10年には年間68億円余りの売り上げを誇っていました。しかし昨年度の売り上げは37億6000万円余りにとどまり、伸び悩んでいました。ダイエーではいわき店を含む全国15店舗を11月いっぱいで閉店するとしています。ところで関係者によりますと、ダイエーいわき店が撤退した後についてすでに大手スーパーと話し合いを進めているということで、今後が注目されます。福島警察署が中国国籍の男性を5人逮捕。次はこの店を探しているということですので、市民の皆様のためにも一日も早い決定を待っています。またいわき商工会議所の有賀慶志郎会頭は、存続に向けて働きかけてきただけに閉鎖はとても残念である。市民生活100余りの地元テナントエブリア、そして従業員のためにも撤退後は速やかな後継テナントの入店を期待してやまないと、それぞれコメントしています。